こんにちは、鈴木花です。彼女代表に参加することになりました。頑張ります。1日1回投票できるので投票してくれたら嬉しいな。バイバーイ。意気込み、頑張ります。だよね。え、大丈夫なの？うん、わかったよ。私のこと、そっか、ありがとう。そっか、私の気持ちなんだろう。え、いいの？花子ちゃんですよね。ツイスタ見ました。はじめまして、翼プロダクションの鈴木花です。そうなんですか、嬉しい。花子ちゃんも彼女代表特集の撮影ですか？はい。名前似てますよね。花子ちゃんと花。あ、ごめんなさい。それじゃあ彼女代表頑張りましょうね。大丈夫だよ。でも恋愛系の質問だと私一人で考えて答えちゃダメなの？
そうなんだ。わかったよ。難しいね。健康？なんだろう。お嫁さん？難しい質問が多いね。ああ、壁ドン。そっか。それじゃあ、やってみてくれる？はい。残念。優しい人？イメージか。こういう風に私と一緒にいろいろ考えてくれる人とか？かな。でも好きだなって思ったらそのことは知ってもらいたいかも。やった彼女感？へー、それってプロデューサーの理想？プロデューサーの理想を叶えようかなって思ったのに。
うん、わかってるよ。なるほど。その動画はプロデューサーが撮ってくれるんだよね。そっか。じゃあプロデューサー、デートしよっか。プライベート、すっごく考えてくれてる。生配信中に結果がわかるのすごいよね。緊張する。お、花子ちゃん、今日の生配信頑張りましょうね。あれ、でももう投票は締め切ってるし、頑張ることないかな。緊張してます。そうですか。ねえ、辞退できないかな。一、ううん、やりたくないわけじゃないけど、結果発表の後に花子ちゃん泣いてたの。だから花子ちゃんはすっごく1位になりたかったんだなーって思って、私は多分1位じゃなくてもそっかーってなってたから、私が辞退すれば1位は花子ちゃんに。あ、花子ちゃん
そっか。そうなんだ。お嫁さん、別に夢じゃなかったな。プロデューサー、ごめんね、勝手に離れちゃって。そうかな。かも。花子ちゃんのこと考えちゃうの。今日の撮影も花子ちゃんはきっと泣くほどやりたかったんだよなーって。花子ちゃんのやりたいこと撮っちゃった。プロデューサー、私はどうしたらよかったのかな。撮るんだよね。ありがとう、プロデューサー。ねえ、ドレス似合ってる？
彼女みたい。そっか。もう大丈夫。私のこと取ってくれる？